もうみんな帰ってくれよ。一人になりたいんだ。明日駅まで送るわ。いいんだ、送られたくないんだ。墓場へ行くのに。ダメ、生きて帰ってこなきゃ。死ぬに決まっているよ。無意味に、全く無意味に。もう当たらないわ。私がお祈りしても、私もお祈りしてますわ、ね。きっとご無事でお帰りになってね。ありがとう。君たちも幸せにね。あるほどいた同期の友達、同じように上野を出た仲間が、誰もみんな戦場へ行き疎開して去って、今ここにいる5人だけだ。みんな強く生き抜いて幸せになってね。お別れに僕の作曲聴いてくれる？
わ。待てないとおっしゃる。今日がお約束の期限ですからね。お姉様は？お話ししてます。待っていただくようにね。お払いしないと申し上げてるんでございます。もう少しの間待っていただければよろしいのでございますね。奥さん、私の商売は金貸しでございますからね。そろばん以外のお話し合いあんまりしたくないですよ。ま、払っていただけないならこのお屋敷は出ていていただくんですね。あなたにお払いしてきた利子のお金がいくらになってるかご存じでございます？もう一度はっきり申し上げておきますが、私の商売は金貸しです。なあじゃ、金を貸して儲けるのが私の商売なんで、その他には血も涙もない男ですよ。わかりました。あと5日待っていただきましょう。必ずお払いいたします。なあじゃ、なあじゃ。ママ、お客様よ。はい。そのぐらいのお時間待てないとおっしゃらないでしょ。よろしい、最後の妥協をしましょう。ではどうぞ、お帰り遊ばして。なぜ、なぜ、なぜ、なぜ。お嬢さん、犬と遊んだり美しい着物を着たり、こうやって大きなお屋敷へ住んでるってことはなかなか骨が折れますね。ようこそ。お邪魔して構いませんか。どうぞ。ねえ、古川さん。いただけませんかしら。何のことでしょう。人間の生活にはお金が空気と同じようにどうしても必要な時がございますのね。これは驚きましたね。あなたがそんなことをおっしゃるとは。困っておりますの、お金のことで。私でお役に立つことなら命だって差し上げますよ。私の願いも聞いていただけますね。ええ、お受けいたしますわ。エンゲージリングです。ねえ古川さん、婚約披露のパーティーいたしましょう。盛大に。カオさん、吉田さんがお見えになりました。吉田さん、どなたでしょう。吉田和夫さん、音楽学校時代の。ああ、あの方。あなたの部屋を投資しました。カオさん、カオさん、ごきげんよう。今帰ったよ。ごきげんよう。ごきげんよう。無意味な戦争のおかげでこんな惨めな姿さ。暗闇のような4年間だった。ご無事でようこそ。ありがとう。ずいぶん遅うございましたのね。もうお帰りにならないかと思いましたわ。
私の部屋でお待ちになって。婚約披露のパーティーいたしますから、おいでになってくださいませね。ご紹介いたしますわ。古川さんって新興ブルジャーなの。あちらいらして。川さん、愛しているの、その人。はあ、あの方のお金を愛してます。金？金を愛している？不思議かしら。今の世の中では全ての幸福をお金が作るんでございますもの。誰が言うんです、そんなこと。私は信じてますの。着物を着てお家に住んで生活を楽しく過ごすためにはお金が必要ですわ。愛情だけでは暮らせないわ。今にあなたもよくお分かりになる時が参りますわ。川さん、あの晩僕たちは約束したね。それは昔のこと。日本も人間もいっぺんすっかり裏返しになったのではございませんか。過ぎ去ったことは一応全て帳消しよ。だって君は僕に唇まで許してくれた。それだけなら今でも差し上げますわ。嘆く人、今宵生まれた恋に。
踊り来るカサブランカ踊り来るってみんな夢見るカサブランカカサブランカあの後ろ姿はもしやあの人あのプロフィールまだ帰ってこない私の胸に秘めた思い出を歌っ踊ろうか。いいの？怒られやしない。明日もう手切ったんだよ。どうだい、関西遊びに行かないか。いやだ、おときに恨まれるから。よせよ、別れると言ってるじゃないか。ユン、お前さん私に挑戦する気なんだね。そんなに大事な男なら首へ綱でもつけてくくっとけ。話あるの。よしてよ。ねえ、どうしたの？何よ、みっちゃん。おい、はっきり言っとくけどな。俺は意味が好きなんだ。それが気に障ればおめえとは別れるぜ。そんなこと言えるわね。今日まであんた養ってきたの誰なの？私じゃないの。この体で二人の生活を支えてきたんじゃない？うるさいわね。静かにしてよ。俺はな、おめえなんかに恩着せられなくたってちゃんと一人でおママの暮らす男なんだぜ。怒らないで。
ったら謝るわ。でもお願いだから由美のことなんか忘れてちょうだい。おい、俺たちは仇じゃねえんだぜ。脇の一つや二つ許せねえで女房がそれかい。見つけた。由美があんたを取っちまうんだ。脇で済みはしないよ。あんたもう帰ってくれないんだよ。うるさい。僕だよ、僕だよ。休まなきゃいけないよ。しばらくそのままでいなくちゃ。大丈夫なの。時々血を吐くの。驚きゃしないわ。いつ帰ったの？うん、四五日前だ。やっと君の居所を探し当てたよ。こんな姿よ。チキデビューの旅回りからキャバレーの歌い手軽蔑しちゃいや。ダメだ、こんな生活をしていちゃ死んでしまうぜ。もう死んでるのよ。生きてる真似をしてるだけ。抜け出すんだよ、こんな世界を。まともな人間の住むところじゃないじゃないか。今にあなたにも分かるわ。あと一月もしたらあなたの姿も心も世の中にすっかり変えてしまうわ。いや、僕は絶対に正しく生きる。正しい生活をしてみせるよ。生活、僕もこれから第一歩だね。え、君も一緒にやり直そうじゃないか。やれるかしら。私にやれると。もう君さえその気になればどんなにでも生きられる。さっきはごめんよ。由美の手前話しなきゃならなかったんだ。謝る。さあ表行こう。どうした機嫌直してくれ。踊るじゃないか。
さないやつおるかしら。でも昔の友達なの。俺はああいう態度をつけやごめんだぜ。お前俺のもんじゃないか。さあ。吉田さん、こんなところあんたなんかの来るとかじゃないわ。もうお帰りなさいな。帰んの？自動車あったか。自動車、え、ありました、ありました。あ、そうか。お、時めい電話。はい。おい、大丈夫か。気をつけろ。舞台続けるんだ。音楽でごまかせ。どうした。何どうしたか。世界がひっくり返ったんだ。林原が舞台で倒れたんだ。手上げだよ。100万円の損害だ。一枚看板が倒れちゃ興行できやしね。わしとかまるまる150万の潰れた。全日本の映画出演契約は不意になる。私の方だってレコードの契約金の金額を前渡しをしたばかりだ。あんたとか元取ってんじゃねえか。ヒットしたレコードはみんな林原のもんだ。いやいや、あれだけ売り出すには莫大な宣伝費をかけとる。まったくこれからという時なのに。わしとかはどうなるんです。丸潰れじゃないですか。あ、先生どうなんでしょう。一体潜伏性の急性結核です。白血が多量ですから、まず奇跡でもない限り希望は持てません。え、しかし昨日まであんなピンピンしておったのに。それがこの病気の特徴なんです。なんとかならんですか。よかったな。あと一月でいいんだがな。贅沢はそれだけ生かしてくれ。身寄りの方がありましたら連絡してあげてください。身寄りが呼べってんじゃ助かるまい。身寄りがないんだ。彼女は一人ぼっちだよ。誰かいるだろう、恋人ぐらい。いや絶対にそれもないらしいぞ。あれが問題にいるよ。あれかい、400万円のダイヤというの。畜生、俺の損害全部あの中入ってるんだ。うちのだってだぞ。わしとこもだ。おい、林原が死んだらあの指輪どうするんだ。林原さんにお会いしたいとおっしゃる方が見えておりますが。え、面会？誰だそれは。林原さんのお友達だとおっしゃってます。吉田さんとか。どんな人？男ですか女ですか。若い男の方です。絶対安静ですから面会できませんと申し上げましたところ、そんならぜひお会いしたいとおっしゃって。よろしい、待ち合わせになってもらおう。恋人だろう。確かにそうだ。今変な奴が現れたことが面倒だぞ。あ、あなたですか。林原さんにお会いしたいとおっしゃるの。あ、
どんな容体なんでしょう。あなたはどういうご関係なんです。親しい友達です。そうですか。林原さんはね、あなたにお会いしたくないとおっしゃってますよ。そんなことはないはずです。そんなことはあの人が。しかし現にそう言って断ってくれって言うんだから仕方がないでしょう。あの人昔の友達には随分困ってるらしいですよ。やれ親友とか同期の友達とか言っては随分たかられてるらしいですからね。まあ病気でも治りましたらまた舞台出しますから、そちらへでもお返していただきましょうか。失礼しました。ちょっとこれをね差し上げてくれとおっしゃってるんだよ。車代だよ。僕は見舞いに来たんです。車代の値段に来たんじゃないとおっしゃってください。まあ君そう言わんと持ってきゃいいじゃないかな。持ってきたら持ってきたらな。いらない。ホールが始まりました。そう、すぐ行くわ。会員権以外の方落としないようにね。分かっております。どうでした、うまくいきましたか。ああ、明後日は婚約披露のパーティーです。おお、それは成功でしたな。うん、それ頼まれた品を。そう、ありがとう。俺はまとめてするよ。いや、どうもあなたの気持ちが私にはよく分かりませんよ。うん、あんな没落家族の小娘のどこがいいんだね。まあ、とにかく100万近い金投げ出してまでも結婚しなきゃならんって値打ちがあるんですか。俺の目的は征服欲だよ。君には分からないや。いや、これ君に送るよ。そう、ありがとう。それは、これ、これは別に送る人があるんだよ。俺結婚するんだよ。そう、それはおめでとう。相手は家族のお嬢様だ。女房にするには申し分ないや。金の力で征服したってわけね。あんたの理想通りに。そうだよ、取引だよ。美しい女が金の前に這いつくばってる。
かるわ。終戦前まで旧字屋街の銀行員だったあんたですもん。嫌ってほど金に痛めつけられたものが気違いの絵になって金の価値を知ろうとしてんのね。お前さんだってまんざら金が嫌いでもなさそうだよ。そうよ、私お金好きよ。あんたと同じよ。金に魂を渡した人間よ。結婚してここどうすんの？今まで通りやっていくよ。お嬢様方と結婚してこんな商売できる？やけんのかい？私とあんたの関係は金主経営者じゃない。事務的交渉以外に他に何もありゃしないわ。そうかい。肉体の交渉も事務なのかい。そうよ、覚えてるわ。たった一度だけあんたにお金でこの体を売ったことがあるわ。ここのマダムになる条件でね。お入り。マダムを訪ねて吉田さんとおっしゃる方が見えました。表にはホテルって書いてあったけど。美しい女がおいしいお酒飲ませるとこなの。ナイトクラブっていうのかしら。で、君はこの何？マダムよ。え？マダム？三人のところを訪ねて、僕は同じように失望した。絶望した。裏切られた。君のところには、もしか救ってくれるものがありゃしないかと。それだけを頼みに訪ねてきたんだ。君もやはり同じなんだ。失望させんな。僕にはもうわからない。何を信じていいのかわからない。これが今の日本の姿なのか。まともな人間の生活なんか一つもありゃしない。正しく生きている者は一人もいやしない。人の心は消えてしまったんだ。ただ金だけが光ってるよ。金だけが光ってる。そうよ、世の中お金があるだけよ。僕はそんなことは信じない。金よりも大事なものがある。人間は金だけじゃ生きられないはずだ。私もね、あんたに思ったことあるわ。だけどね、食べるものがなくなって野宿してさまよって、パンの一切れ拾って食べてから考えが変わったわ。お金を信じて生きてきて、今じゃおかげで生活できてるわ。
君はそれで幸せなの？世の中に幸せってものがあるなら今の私はそれだわ。君は不幸なんだよ。ただ金に魂を売った者にはそれが不幸とわからないだけなんだ。あなたに世の中見せてあげる。さあいらっしゃい。当たり35。35。出たわ。あなたにお金の価値を教えてやると言ってるわ。世の中で人の心が大事かお金の力が大切かあなたはっきり見なきゃいけないわ。このお金であんたはその姿を変えるのよ。綺麗な服を着て磨いた靴を履いてうんとお金を持って今まで来た道をもう一度最初から繰り返してごらんなさい。お金がどんな力を持ってるかあんたが言うように本当に無力なのか私も見たいの。一緒に行くわ。二人ではっきり見ようじゃありませんか。皆様、今夜はありがとうございました。婚約披露式はひとまずこれで終わらせていただきます。ではこれから
皆様お待ちかねの底抜けパーティーに移りたいと存じます。どうぞお好きなお面をお選び遊ばして明日の朝までお遊びくださいませ。ただ一つお願いがございます。どうか私の大切な人あまりおいじめくださらないように。おめでとう。ようこそ。さあどうぞどうぞこちらへ。先日は失礼しました。福音のご挨拶には福音服でないと似合いませんからね。ああいう姿でやってきたんです。今夜はあなたの婚約披露なので普段の私で参りました。まあ踊りません。ねえ今何をなさってますの。貿易会社を始めました。5000万円の資本でね。まあ5000万円。昔親父に世話になった人が今新興財閥なんです。5000万円をポンと投げ出してくれまして。川子さん、吉田さんとあんまり踊りにならないようにね。古川さんお気を悪くなすったらそれこそ大変でございますわよね。お姉さま、吉田さんは貿易会社の社長なの。同じお金があるのなら私、和夫さんの方がよろしいわ。僕の金が利用していただけるようでしたら遠慮なくおっしゃってください。いつでもよろしいですから。え、ありがとう、ありがとう。
川さん、どうして僕の帰るのを待ってくれなかったんですか。あんなに固い約束をした僕たちじゃなかったですか。待ってたの、ずっとお帰りをお待ちしてたのですけど。でもね、お金にお困りになるお母様たちを見ては、僕の一切はあなたです。あなたを失っての僕には何もない。作曲のイメージも湧かない。キーを叩く力もない。生きる甲斐のないみたい、死んだも同然なんですよ。いいお仕事して冗談。私だって一番愛してのあなたなの。あなたがその気になってくだされば、婚約を解除してもよろしいの。古川さんですね、今のは。見られてしまいましたよ。よろしいの、見られても。私にはあなたがあるわ。そんなにこの僕を愛してくれますか。今の私にはあなたがあるだけです。この僕が偽物と分かっても。偽物一文なしのスカンピンでも、この僕の姿は借り物なんです。あの埃まみれの福音服が本当の僕の姿なんですよ。まあ、お騙しになったんでございますね、あなたは。狐と狸の馬鹿し合いだ。もういい。私の部屋いらして、ね、もういいよ、ね、何かご勘なさってのでございません。いや、私ちょっとお芝居しただけでございますの。うるさくてしょうがないんですの。からかってみただけですわ。おやすみなさい。まだお芝居の続きですか。ね、信じていただけませんの。ね、家屋を信じて。古川さん、婚約を解消なさるおつもりじゃないんでしょうね。さっきあなたのその口から解消したいとおっしゃってたじゃありませんか。あれは嘘なんでございます。冗談ですのよ。そんなにいじめないでくださいませ。本当に嘘なんです。冗談なんですから。古川さん、お待ちになって。ねえ、こんなにあなたを愛してますのに。ねえ、古川さん。おしなさい。待って。あ、これもお芝居ですか。何をおっしゃるんですか。お願いでございます。結婚してください。困るんです。私が魅力を感じていたのは、生意気で高慢ちきでお上品ぶった家族のお嬢様なんです。金を小馬鹿にしたような一つの肉体を、金の力で征服したい欲望に疲れていたんですよ。そんな古新聞のような惨めな姿だったら、町のどこにだって転がってるんだ。
の力を見たよ。金に心を打った嘘の世界は。嘘の世界かしら。あれが現実じゃない。時代さんと手を切ってもらいたいんだ。俺みたいな紐がついてたんじゃ助からねえってわけですね。君は怒るかもしれないが、はっきり言えばまあそうだ。君と別れてもらうことがあの人をこの世界から救うことになるんだよ。よろしい、別れましょう。ただ別れるだけでなく、当分ここから姿を消してもらいたい。ご安心なさい。当分母さん遊んできます。これが僕の全部です。結構だ。じゃあいただきます。いつから関西へ？今夜はこれからすぐ。あの人に何話したの？おい、意外にしなよ。モテるだけ持った方がいいわよ。行きがけのダチンじゃないの。早くしないと大阪行くに間に合わないぜ。あ、そうか。言ってやるよ。はっきり言ってやるといいわ。おとき、俺はおめえと立て今限り別れるぜ。どうだ
聞いたかい。別れるとさ。お前のために別れたんだぜ。今度はあたいがうんと可愛がってあげるよ。私の体をこんなにベチャベチャにしてしまったわけ。よくもそんなことを言えるわね。白状者。出ていけよ。カラマド。出ていけよ。カラマド。何？僕はもうこれ以上何も見たくない。恐ろしくなった。病院へ行くのはよせよ。金の力を見たよ。人間を悲劇に引っ張り込む力を。解決のきっかけになっただけだわ。あの人たちの生活がああした悲劇を生み出したのよ。僕が金を出さなかったらあんな結果にはならなかっただろうに。さあ行きましょう。私が見たいの。もう一度お金をしようって私が見たいの。僕は吉江さんに会うのが怖いんだ。きっとまた何かが起こる。恐ろしい気がするんだ。じゃあね、私に先会ってみるわ。ご病気いかがですか？は、2時間ほど前にお亡くなりになりました。え？何と言われても私は林原さんの一切を処理する権利を持つ弁護士です。法律が私を認めています。林原さんの遺書を忠実に私は実行します。あの指輪が300万円であろうと500万円であろうと、あるいはただの50円の品物であろうと、そんなことは何も私に関係ありません。ちゃんと遺書には書いてあります。吉田和夫という人に指輪を渡してくれてあります。もし吉田氏が戦死と分かった場合は社会公共事業に寄付してくれてあります。しかしね、君、あの指輪の中にはわしんとこの前借が全部入ってるんだよ。あなたはしきりに前借とおっしゃってますが、契約書には不慮の事故がある場合はあなたの損失である一条がちゃんと入ってるでありませんか。君、このことはよく考えてみてくれたまえ。林原君が今日の朝については
我々三人は大いに役立ってきたんだよ。舞台に、映画に、レコードに。林原君の位置は我々が築いたようなもんなんだ。あなた方が売り出したか、あるいは踏み台にして金を儲けたか、それはどちらか私にもよくわからないんですが、とにかくここにはっきりしていることは、林原さんの遺書が正確に物を言うということです。私はあくまでも事務的に処理します。だけどね、君、はっきり我々は何百万という損をしてるんじゃないか。三人にあの指輪をくれても良さそうなもんじゃないか。君にも分け前を出すよ。いくらおっしゃっても無駄です。君はまるで機械だ。私が機械ならあなた方はカラスだ。何？カラスだ？そうです。死人の肉をつつカラスです。お引き取りください。もう一度よく考えてみてくれたまえ。後でよく相談しよう。私、吉田和夫の家内でございます。え、吉田さんの？林原さんが舞台でお倒れになったかと新聞で知りまして、今日今に上がったようなわけでございますけど。お亡くなりになりましたんですって。大変失礼なことをお尋ねするようですが、あなたは本当に吉田さんの奥さんでしょうか？どうしてでございますね。いや、ちょっとお尋ねしただけなんです。林原さんから死後の一切を託されていますから、その責任上。私たち音楽学校で同期でございましたし、それにずっと親しくしておりましたの。そうですか。こちらへ。元気な方が亡くなりになるなんて。どうぞご覧になってください。和夫さん、あなたの帰っていらっしゃるのを待っていました。いつかあなたが帰っていらっしゃるだろうことを信じて、それだけを頼りに生きてまいりました。でもとうとうあなたにお会いできませんでした。日本の姿をご覧になったら、きっとあなたは失望なさるだろうと思います。冷たい世間と忘れられた人情と地に落ちた道義の大敗が、きっとあなたを苦しめるだろうと思います。でもね、私は真実だけを頼りに今日まで何者にも負けないで生きてきました。ではありません。真実を信じて幸せに生きている人たちの大勢いることを信じてください。和夫さん、どうかあなたも希望を捨てないで強く生きてください。真実だけを守り続け、そしてそれに負けないで死んでいった者のいたことを信じてください。長い苦労を重ねて帰っていらっしゃるあなた、これが私の最後の贈り物です。
さようなら。お幸せに。弁護士さん、吉田さんは下の待合室にいらっしゃるのです。え？私、吉田さんの家内じゃございません。吉田さんでいらっしゃいます？は。林原さんがお会いしたいとおっしゃってますから、どうぞ。吉原さんは舞台で倒れて顔打ちになったんです。安静が必要な時ですから、長くお話しくださいませんように。ああ僕の連れの女の人はどこに？あちらで先生とお話になってらっしゃいます。どうぞ。そうだったのか。僕は君に追い返されたものとばかり思ってたんだ。私、あなたの書いてらっしゃるのを待ってたの。でもよかった、待ってた甲斐があったわ。ありがとう。君だけだ、僕を温かい心で迎えてくれたの。裏切らないで僕を迎えてくれたのは君だけなんだ。新しい姿に立ち直るんですもの。憎いもの、汚いもの、一度はみんな吐き出さなきゃいけないんじゃないかしら。ああ、それはそうかもしれない。そうなのよ。そういう世の中だから、真実ってものがどんなに大切か、本当の価値が分かるのよ。世の中に負けないで頑張ってね。正しく生きるってことが何よりの幸せなのよ。世の中お金じゃないわ。お金が全てに見えてお金じゃないわ。お
金が人間の幸せなんか絶対に作りゃしないわ。ここはここで降りる。おい、止めてくれないか。僕たちのコースは終わった。ここで別れよう。行かなくても分かっているよ。そう、僕はもう何も見たくないんだ。吉江さんのところで見たものを汚されたくないんだよ。ここから病院へ引き返すんだ。あの人のそばにいたいんだ。気が静まるんだ。自信がついてくるんだ。じゃあここでお別れしましょう。君のおかげで虚しい金の力を見ることもできたが、真実というものがあることも知ったよ。君にもよく分かっただろうと思う。新しく出直してくれ。幸せを祈っているよ。どこ行ってた。ずいぶん探したぜ。ちょっと部屋行くねえか。結婚やめたよ。どうして。興味がなくなったんだ。金で征服しなきゃならんほど価値あるものじゃなかった。あんたまるでお金の鬼ね。鬼？君だってそうじゃないか。鬼は鬼同士がいいよ。どうすんの？私の首にかけて。君に送るんだよ。君がその気になれば俺たちと結婚してもいいんだよ。なんで？永久にさようなら。
どちら？東京。あ、いらっしゃいませ。古川さんにお会いしたいのですけど。どちら様でしょうか？麻布の藤川とおっしゃっていただければわかります。しばらく待って。もしもし、警察。あ、警察ですか。こちらは海岸の新月荘です。ただいまこちらで殺人が行われました。すぐに来てください。
人が待ってるんだから早く行かなきゃならないの。はい。